お菓子、ラーメン、お米、やめれないけど、この下腹なんとかしたい。そんな方は、たった一回で凹ませる、リバース腹筋とデッドバグ、最強です。メジャーを使ってウエストのビフォーアフター計測してみましょう。スマホは床に置いて、両手を耳の横につきましょう。ぐっと上半身を起こします。肘を伸ばしきって、ちょっと腰反らせるイメージにすると、腹筋が伸びる感覚があると思います。ただ腰が反って痛いよって方は、こんな感じで肘をついて、ちょっと顎持ち上げる。こうするとね、腹筋伸びる感覚あると思います。ただね、肩腰痛くない範囲で行いましょう。呼吸止めないようにしましょう。こうやって体重にね、ストレッチして腹筋を緩めて、腹筋効きやすい状態作ってから、きつい種目やっていきますね。オッケー。そしたら上半身寝かせましょう。左足を右、こっちに持っていって、左のお腹、ここ、伸ばします。肘はなるべく床につけておきましょう。で、つま先を遠くに向かってぐーっと離すと、お腹伸びてきます。右斜め後ろに向かってつま先伸ばすイメージです。腰が反っていたい方、無理しないでください。こうやって上半身がね、起きちゃうと全然伸びません。なるべく肘、床につけて、呼吸は止めないようにしましょう。あと少し頑張って。よし、OK。反対行きます。右足を左、こっちに持ってきます。右のお腹の前面、伸びる感覚あれば OK です。伸びますかね、右のお腹の前面。つま先は向こうに向かってぐーっと伸ばします。左斜め、後ろに向かって伸ばすイメージです。呼吸止めないようにしましょう。腰、肩痛い方は絶対無理しないでください。右のお腹の前面が伸びてれば OK です。で、この次の種目から上向きになります。スマホは持って上向きになりましょう。で、枕ある方はね、枕入れるといいと思います。よし、OK。じゃあスマホ持って上向きになりましょう。そしたら、右足、大きく外回し、時計回りと反対方向に、股関節をね、動かしていきます。普段動かさない範囲で動かすことが目的なので、早くやる必要はありません。ゆっくり大きく回しましょう。股関節ゴリゴリ鳴るよーって方は、痛みがなければ大きく回して OK です。痛みがある場合は、ゆっくり小さくね、痛みない範囲で回していきましょう。スピード勝負じゃないですよ。呼吸止めずに大きく回しましょう。よし、OK。左足いきます。こっちも外回し、内から外に向かって回します。時計回しですね。大きく回す。呼吸止めないようにしましょう。で、こっちだけね、ゴキゴキになるって方もいると思うんですが、痛みなければ OK です。で、あんまりにもね、この股関節ゴリゴリ鳴るとか、あとはこう、左右差がね、気になるって方は、股関節ゴリゴリ鳴るとか、骨盤矯正用の動画を概要欄貼っておきますので、もしね、興味ある方やってみてください。呼吸止めないようにして、もしきつかったらね、再生速度調整したりして、自分のペースでやっていきましょう。ふぅ、OK。そしたら、膝曲げたままですね、片足ずつ上げます。前ももをお腹に近づけるイメージ。息吐きながら、上げる。吐きながら上げる。しっかり前ももをお腹に近づけることで、腹筋を使う感覚があれば OK です。余裕があれば、足上げる瞬間に、こうやって肩甲骨ちょっと床から浮かせると、より腹筋に効いてきます。ふぅ、きつい。頑張って。ふぅ、呼吸止めないで。上げるときに吐くんですよ。上げるときに吐く。ふぅ、きつい。よし、OK。そしたら次、左手、万歳します。で、上半身ちょっとこう右に倒すイメージですね。左の脇腹、脇の下、伸びる感覚があれば OK です。伸びますかね。ここです。肩腰痛い方、無理しないでくださいね。指先は誰かに引っ張られてるイメージで、向こうに向かってぐーっと伸ばすとね、伸びてくると思います。きつい。肩腰痛い方、無理しないでくださいね。脇腹、脇の下伸ばすことも目的です。なるべく真横に倒すイメージ。よし、OK。
反対行きましょう。右手を万歳して上半身左に倒す。このね、右の脇の下、脇腹伸びる感覚があれば OK です。ここです。指先はね、誰かに引っ張られてるイメージでやるといいと思います。伸びますか、右の脇腹、脇の下で。僕みたいにね、狭くて体倒せないよって人は、真上に向かって手をグーッと上げるだけでも脇の下、脇腹伸びると思います。肩腰痛い方無理しないで、呼吸はね止めないようにしましょう。でこの次いきますよ、リバース腹筋です。 OK。 そしたらリバース腹筋やっていくんですが、足上げるタイミングで息吐いてください。吐きながら足を上げる、一緒にやっていきますよ。膝曲げて息吐きながら上げる、戻す、吐きながら上げる、肩甲骨もちょっと浮かせて吐きながら上げる、上げて上げて頑張って、下っ腹しっかり使って前ももお腹にギューッと近づける。もう一回いきますよ、吐きながら上げる、肩甲骨も浮かせて、オッケー。もしきつかったら一回一回足を下ろしてもいいし、手は後頭部に上げて、あ、頭をねこうやって持ち上げてもいいです。いきますよ、腹筋下っ腹意識して、ラスト一回いきましょう。しっかり上げて下っ腹意識して、オッケー。下っ腹効きましたか。じゃあ休憩ストレッチです。膝伸ばして足肩幅に広めに開いたら、つま先内外にしっかり倒していきましょう。股関節付け根から動かすイメージ。大丈夫ですか、ついてきてますか。もし 手をね開けときたかったら、スマホを床に置いといてもいいと思います。立てかけたりとかね。でもう一回リバース腹筋一緒にやりましょう。いいですか、ゆっくりでいいです。僕と同じペースじゃなくていいので、息吐きながら足上げるですよ。いいですか。で下っ腹しっかり意識して、余裕があれば肩甲骨もねちょっと床から浮かせるイメージでやるといいです。よし、一緒にやっていきましょう。いきますよ、膝曲げたまま息吐きながら上げる、肩甲骨も浮かせて、きつい、頑張れ、 OK。 一回足下ろしてもいいですよ。いきますよ、もう一回息吐きながら上げる、頑張れ、下っ腹意識して、首痛かったら頭で支えて OK。 よし、 OK。 腰痛い人無理しないでくださいね。もう一回いきましょう、膝曲げたまま足を上げる、前ももお腹に近づけながら息吐く、肩甲骨浮かせて、OK。 首腰痛い方無理しないでください。最後一回頑張りましょう、膝曲げたまま足上げる、頑張れ、よし、 OK。 よく頑張った。そしたらですね、みんな大好きデッドバグ、これがねリバース腹筋になってやるとめちゃめちゃ効くんですよ。じゃあ膝曲げて足持ち上げて手も上げます。じゃあ右手を上げて左足伸ばす、戻します、左手上げて右足伸ばす、交互にやっていきますよ。これ意外と難しいですよね。僕と同じペースじゃなくてもいいです、もっとゆっくりでもいいです。腰痛くならないようにしっかり腹筋力入れておいてくださいね。ちょっと肩甲骨をねこうやって床から浮かせると腹筋効きます。腰首痛い方絶対無理しないでください。頑張れ、あと少し、ラスト1回いきましょう、上げて戻す、よいしょ、記憶頑張った。最後うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前置いておきましょう。もう一回腹筋伸ばします、両手を耳の横につきます。そのままぐーっと上半身反らせます。腹筋伸びますか、腰痛い方こんな感じで肘ついて OK です。で僕もね、最近ダイエット成功のサムネもね皆さんにもお見せしてるんですが、まだまだお腹もあり痩せたいので、1週間チャレンジこれ本気でやろうと思います。なのでね、コメント欄に私も1週間チャレンジやるよってどんどん書き込んでいただければと思います。でこの動画で物足りない方、追加ストレッチ概要欄貼っておきますので、ぜひそのままやっていただければと思います。よし、 OK。 お疲れ様でした、ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃないです。2月限定無料メンバー登録でプレゼント。